なんか今夜中で、なんか今自分が思ってることを感じてることとかをだらだらと喋ってみるのもいいかなと思って今撮ってます。まあ本来僕はめっちゃ社会問題って歌ってるぐらいなんで、まあニュース記事を読んで、まあああだよね、こうだよねっていうのが、まあ主体なんですけど、あと YouTuber 以上か。で、もうなんか今、まあ気分的に、まあ、そういう気分でもないんで、なんか今、こんな気持ちなんだっていうのを話していきます。まあ別に特別でなんかネガティブなこととか嫌なことがあったわけじゃないんですけど、なんか、モヤモヤするというか、で、最近ね、ワクワクすることがあまりにも減ったなって思うんですよね。で、今自分が40歳で、まあ体力も衰えてきて、感受性もすごい弱くなってきて、最近流行ってる音楽が、もう何があんだかわかんないんですよね。あいみょんとかさ、あとあれ、米津なんとかって人とかさ、人気あるのはわかるんですよ。でもやっぱあんま興味なくて、YouTube とかで、昔自分が学生時代、高校の時に好きだった、まあ、V キーが入っていて、まあ、僕は V キーがすごい好きだったんですけど、まあ、ピエロっていうグループとか、まあ、よく聞くんですよね。今でも YouTube で、ああ、懐かしいなと思いながら。で、まあ、完璧にもう解雇主義者なんだよね。ガゼットとかでもちょっとね、新しいんですよ。ウーバーワールドなんかもう新しすぎちゃう感じですよね、僕の中では。まあ、そんくらいなんか、まあ、年も取ったなって思うし、まあ、ウーバーは好きなんですけど、で、大森聖子に限っては、まあ、特別な思い出が、まあ、あったんですよね。まあ、今、もう、なんとも思ってないんですけど、自分が音楽やっていた時に、まあ、これもまあ、過去の動画で話してるんですけど、その時、ガラケーだったんですよね、僕は。10年以上前なんだけど、なんか、大森聖子を見つけて、なんかすげえ、才能とセンスがある人いいなと思って、すぐライブ行ったんですよね。その時自分は、まあ、プロのミュージシャンを目指していたんですけど、で、その時大森聖子は高円寺でライブやっていて、客はね、20人ぐらいしかいなかったんだよね。でも、僕はその彼女のステージを見て、わ、これがプロに行く人なんだなって思って、もちろんね、今のあんだけの成功は、まあ、その時は想像できなかったけど、プロに行く人ってのは、こんだけ徹底してんだなと思ったんですよ。まあ、当時の、インディーズの高円寺でライブやってた頃の大森聖子でも。で、ああ、俺ダメなんだなって思ったりとかして、まあ、自分が、思い描いてた夢ってやっぱあったわけで、まあ、ガゼットとか、雅とかと僕は同い年なんですよね。あそこら辺と。で、まあ、彼らなんかは、まあ、僕が30ぐらいの時には、まあ、彼らも30で、もうドームとかでライブやってるぐらいすごかったんですけど、なんで俺こんなに才能ねえんだろうって思いながら、まあスクール通ってたりとか、スタジオ通ってたりとかしてたんですよね。で、大森聖子見て、ますますなんか、あ、こういうのがプロに行く人なんだって、なんか打ちのめされたんですよね。まあ、そんなかんだで、まあ自分の、まあいろんなことがあって、まあ夢を諦めてしまったんですけど、で、YouTube 来たんだよね。で、YouTube 来る前にちょっと、ナンパにハマってた時期もあって、まあ、ストリートナンパね。で、あれも結構最初は楽しくて好きで、ワクワクして頑張ったんだけど、まあ、自分が結構真面目な性格なんで、まあ、そんなにね、ハマんなかったんだよね。で、YouTube 来たんですよね。で、やっぱ僕はその男なんで、何かに挑戦しなきゃ、いけないっていうなんか概念があるんだよね。やっぱ男ならば夢を追う。何かに挑戦する。まあ、チャレンジ is my life みたいな感じでずっと生きてきたんだけど、でも最近はね、まあそれもね、違うのかなって思うようになって、別に挑戦してなくても、しなくても、なんかただ生きてるだけで別にいいんじゃないのかなって、やっぱ肩の力を抜いて、生きていくってことも大切なのかなって思ったんですよね。やっぱ、挑戦するっつうか、まあ夢を追うとか、挑戦するってことはもちろん、いいことなんですけど、その分ね、なんか疲れるんだよね。すごい疲れる。やっぱ僕の性格からしてなんか0か100かみたいなところがあって、やっぱ疲れるんだよね。で、まあ、体調とかも、まあ、虚弱体質が強くなって、やりたいことに対して体が追いつかなくなったりとか、まあ、結構苦労もあるわけで、で、まあ、仕事もね、昔はね、バイトしながら、なんか夢を追うってことが当たり前でイージーだったんだよね。でも最近、バイトとかしてても、
すごい働きにくいんだよね、やっぱ。なんか世の中がね、社会が良くないんだよね。昔はサクって働けて、サクって稼げて、空いた時間になんか夢を追うみたいな、そんな生き方をずーっとしてきたんですよね。30真ん中ぐらいまで。まあ今でもまあ、そっちゃそうなんだよね。で、俺が今、まあチャレンジしてるって言ったら、YouTube ぐらいなんだよね。まあナンパも、まあ、まあたまにするけど、まあそこまではなんかハマってないというか、うん。まあ、あれに関してはまあ、一回ね、その日にその、街歩いてる女の子と、まあやれれば、体験を成功あって、あと、あれか、一回その連絡先交換して、また会ってやるっていうことをすると、なんかもう同じことの繰り返しなんだよね。で、非常にその可愛い子とか、若い子をキープするってことが非常に難しいんだよね。まあ彼女たちもすごい流動的で、なんか、ラットレースというか、うん、そういう虚しさもあって、まあ、まあ、最初はワクワクしたんだけど、最近はワクワクしなくなったんですよね。で、今、YouTube やってても、まあ、そんなにね、ギラギラもしてないし、その、数字も追ってないし、なんか大きくなろうとかも、なんか思ってないんですよね。で、正直ね、昔はあったんだよね。昔あったんだけど、やっていくうちにさ、なんか、変にギラギラして、なんか、上昇志向を持つよりも、その、安全運転で、なんか、着実に堅実に、やってった方がいいのかなって思うようになって、数字とか気にせずにね、やっぱそのギラギラしてる人とか上昇志向が強い人を見てると、ね、まあみんな失敗するんだよね、なんか、うん、だからそういうのが良くないのかなとか思って、まあ、考えもやっぱYouTube やってる中で変わっていくわけですよ。今はね、正直そんなにねやる気がないというか、肩の力抜いてやってるんですよね、 YouTube に関してはかなり。で、何が言いたいかっていうと、まあ、自分が考えてること、思ってることをだらだらと喋ってるだけなんで、まあ別にね、再生、したい人がすればいいと思ってます。で、やっぱワクワクすることとか、ないんだよね。それがね、うん、なんか良くないのかな。でも、かといってさ、ギラギラするのも疲れるし、でもワクワクすることがなくて、なんか堅実な毎日を、なんか丁寧な毎日を送るっていうのも、なんかそれもそれで良くねえのかなと思って。で、YouTube でさ、まあ自分が好きだった、高校の時に好きだったその、まあピエロとかすごい好きだったんですけど、まあ、そこら辺をよく見てるとさ、あの時代はすごいなんか熱があったよなとか、あの時のその、あの感動とか、なんかワクワクする気持ちっていうのが、もう、この後の人生にも訪れないのかなとか思うと、すごい悲しくなるんだよね。まあ、アユが人気あった時だよね、僕がその高校生の頃。まあ、わかりやすく言うと、中学が小室全盛期で、高校がツンク全盛期だったんですよね。まあ、音楽に、まあ、パワーと勢いがあった時代でしたよね。まあ、もっとその前の80年代とか、もっとかもしれないけど、まあ、90年代もすごい CD が売れていた時代で、やっぱあの時はね、すごいいい時代だったなって思うんだよね。これ言っちゃうとなんか解雇主義者みたいだし、なんかおっさんみたいだ。なんだけど、で、うん、今のなんか世の中にパワーがないというか、なんかつまんないんだよね。音楽とか聴いてても、なんかパソコンで作ったような音楽ばっかじゃないですか。に比べたら、90年代はなんかライブとかなんか、ね、生きてるって感じの音楽が非常に良かった気がしますね。まあ、宇多田ヒカルが出てきたのとかも、椎名林檎が出てきたのも、まあ僕は、まあ、高校の時ぐらいで、最近そういうすごい人がいきなりポンって現れるってこともなんかなくなって、なんか非常に冷めているというか、ワクワクなんかウキウキなんかね、衝撃受けないですよね。なんかまったいらな日々というか。で、結局何言いたいかっていうと、別にそんな言いたいこともないんですけど、まあ自分のことになると、まあおじいちゃんおばあちゃんがまあ最近もう全滅してしまって、まあ、自分も40になってしまって、ってことは、自分の親ももうおばあちゃんおじいちゃんですよね。ってなると、まあ、自分もまあおっさんになってってなっていくと、で、ワクワクすることもない。かといって、特別になんか社会性があるわけでもない。ってなると、やっぱこれまずいよねって思うんだよね。でもその反面、なんか生きてるだけでもいいのかなって考えてるし、うん、ってことで、なんか
ワクワクやっぱした方がいいよねと思うし、そう挑戦することって大事だよねって思うんだけど、なんかね、特にこれだっていうこととか、そのきっかけとか、なんか巡ってこないんだよね。うん。自分で作れよって思うかもしれないけど、でも昔なんか別にそんな自分で作ろうと思わなくても、なんか発生したわけだしね、気がついたらもう動いていたって。で、最近なんかね、やっぱ YouTuber とかもさ、配信者とかも昔のあの時のが良かったよね、盛り上がってたよねっていうわけで、今がもういろんな意味でかそってるんだよね。うん。なんだろ、ロックバンドね、一番最近かっこいいロックバンドって、ワンオクとかでしょ。で、ワンオクももう結構古いじゃないですかってなると、いないよね。なんかもう死んでるよねって思うんだよね。なんか、日本全体がって思うし、うん。どうしよっかね。何にチャレンジすればいいんだろう。何をワクワクすればいいんだろう。ちょっとね、やっぱ、考えなきゃいけないし、なんか、自分が生き生きとワクワクと生きれることが、これから先にね、なかったらもっとやばいよね、つまんねえよなって思うし、どうしようかねって思ってたから、ちょっとそういう気持ちを、まあ、動画でダラダラとまとめました。どうもありがとうございました。